メールの読み手が失礼だとイラッとする理由の一つに、内容や立場に合った表現になっていないというケースがあります。どうもこんにちは。見て聞くだけでわかる経済ニュース、東洋経済オンライン YouTube チャンネルリポーターの森永真彩です。今日は失礼なメールを送る人が分かっていない NG 表現というテーマでお送りいたします。日本ビジネスメール協会代表理事の平野智明さんが監修を務め、サンクチュアリ出版から発売されているイラッとされないビジネスメール正解不正解から失礼なメールの改善点を解説します。毎日大量のメールを受け取ると、中には失礼だと感じるメールが何通か混じっているものです。都合を一方的に押し付けてきたり、余計な一言が書かれていたり、なんだか上から目線だと感じたり、これはトラブルを引き起こす元ですが、もしかしたら自分が送るメールが相手を不快にさせている可能性もあります。しかし相手がメールに嫌悪感を抱いたことを教えてくれるとは限りません。平野さんが代表を務める日本ビジネスメール協会のビジネスメール実態調査の2020年調査では、メールを受け取り不快に感じたことがある人は 41.24% いて、さらに相手に不快感を指摘しない人が 79.53% いることが分かりました。メールの読み手が失礼だとイラッとする理由の一つに、内容や立場に合った表現になっていないというケースがあります。例えば生命保険会社の営業の人からアンケートのお願いという件名でメールが来たとします。そのメールの文末が、メールで構いませんので下記の事項に至急ご回答をお願いいたしますとあれば、イラッとしますよね。これは相手が本来こちらの協力を仰ぐ立場にもかかわらず、自分の都合を押し付けているため不快感を覚えるのです。このような場合、相手の協力を仰ぐ立場であることを自覚して、自分の都合を押し付けずソフトにお願いする必要があります。あくまでお手間をかけて申し訳ないという態度を貫き、相手のメリットを書き添えることで協力を仰ぎましょう。またもし期限を示す場合には、その理由を書き添えます。先ほどの例でしたら、例えば丸月丸日までにアンケートにお答えいただいた方には特製のノベルティグッズをプレゼントいたしますなどあれば、期限を示す必然性ができるでしょう。取引先や上司などとメールのやり取りをしているうちに、ついネガティブな感情が生まれることがあります。鬱憤が積もり積もると、相手に一言言いたい気分になってもおかしくありません。しかしそんな感情のままに書き添えた言葉は余計な一言です。次のようなネガティブな感情を表現する言葉は決して使わない方がいいでしょう。もういいです、またですか、どうせ〇〇ですから、記者のために申し上げますが、このようなことは、メールの目的は自分のネガティブな感情をぶつけることではありません。相手に動いてもらうことです。相手に心地よく伝わった方が迅速に動いてもらえます。ネガティブな感情が生まれたら、深呼吸でもして冷静になってからメールを書きましょう。確実に相手に失礼だと思われる表現に上から目線があります。といっても、心の底から上から目線のメールを書くという人は少ないでしょう。実際には自分が相手を下に見ているつもりはなくても、ちょっとした言葉遣いによって読み手から上から目線だと思われることが多いのです。上から目線を防ぐポイントの一つは、相手の仕事を評価する言葉に注意することです。相手の仕事ぶりを評価する際、下手な表現を使うと上から目線だと思われてしまいます。そうなると後に続くメッセージも読み手には伝わりません。例えば以下のような褒め方では、
上から目線と思われても仕方がありません。部長のプレゼン技術には感心しました。記者の力量からするとこれくらいは簡単なのでしょうね。先輩が作った資料はなかなかですね。本人にそのつもりがなくてもちょっとした言葉遣いの誤りで相手に不快感を与えてしまいます。これらは簡単な言い換えをするだけで相手に喜んでもらえる文章になります。部長のプレゼン技術には感激しました。記者のお力からするとこれくらいは簡単なのでしょうね。先輩が作った資料は素晴らしいです。メールはお互いの顔が見えないコミュニケーション方法です。一つ一つの言葉に相手がどう反応したかが分かりません。自分の知らないところで失礼だとイラッとされないためにも丁寧な表現を心がけましょう。ここで今日の主なポイントを3つにまとめてみましょう。1、ビジネスメールを受け取って不快に感じたことがある人は4割以上いますが、それを相手に指摘する人は2割以下です。2、メールの読み手が失礼だとイラッとする理由の一つに、内容や立場に合った表現になっていないというケースがあります。3、ネガティブな感情をぶつけたり、上から目線の物言いになってたりするメールの表現には気をつけましょう。ということで今日は、失礼なメールを送る人が分かっていない NG 表現というテーマでお送りいたしました。ぜひコメントといいねボタンをお願いいたします。スタッフも全部目を通しております。そしてもっと詳しい内容をお知りになられたい方は、サンクチュアリ出版から発売されているイラッとされないビジネスメール正解・不正解を概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。